ガンガデッキョンな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。ではでは、今回もやってまいりましょう。メインリアム編第8話公開記念ロマンシングフェス、トゥーン編、ざっくり性能チェックのコーナーでございます。今回、こちらのガチャで実装されました新スタイルは、トゥーン、ミルフィー、ステスロスの3名。果たして今回実装の新スタイルの、性能はいかがなもんでございましょ？早速確認していきたいと思います。というわけで、まずはじめにチェックしていきますのはトゥーン。今回で2体目の SS スタイル、約1年ぶりとなる新スタイルですな。前回のスタイルはステスロス追撃で一時期周回で大活躍でしたが、果たして新スタイルの性能はいかがなもんでございましょ。スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。腕力が 110% プラス16と高め、素早さが 91% でそこそこ、他は体力が 81%、 精神が 85% と高めになっております。ドゥーンのアビリティについて、バトル開始から数えて奇数ターン目に攻撃した時、栄力残単体攻撃のタービュランス砲で追撃し、偶数ターン目の終了時に自身の HP 消回復のステスロスの支援、剣装備時、よだめ極大アップの剣の秘訣後、よだめ特大アップかつひだめ特大軽減のプロテクトハイテンション、よだめは常時プラス 50%、 ひだめは常時マイナス 30%、奇数ターンに攻撃した時栄力残単体攻撃のタービュランス砲で追撃、偶数ターン終了時には自身の HP を消回復。前回のスタイルと違って、今回のスタイルは高難度適正よりのスタイルといった感じですな。トゥーンのスキルについて、BP0 で使える D 力残単体攻撃の危険プラス、こちらは攻撃前に腕力ショーアップのおまけ付き、BP8 で使える D 力残打全体攻撃のパシュートソード、こちらは不死、悪魔特攻のおまけ付き、BP9 で使える SSS 威力残単体攻撃のインフィニットソード、こちらは攻撃命中時、対象に防御弱化症を2ターン付与のおまけ付き、単体運用はインフィニットソードと危険プラスのループで、通常攻撃を挟むことなく腕力バフを付与しながら継続火力を出すことが可能。しかも奇数ターンにはタービュランス砲で追撃あり、残の単体周回ではかなり活躍してくれそうです。全体運用は808で全体運用が可能ですが、こちらは前回スタイルと違って単体追撃なので、全体運用としての出番はあまりなさそうな感じです。パシュートソードは前回のスタイルに継承して3ターン連続全体運用できるように使うといった感じですかね。今回2体目の SS スタイルとして実装のドゥーン、前回は全体周回の引率役として大活躍でしたが、今回は余ダメ補正だけでなく耐久面も強化されて、単体周回や幻登場などの高難度で活躍できるスタイルとして登場ですな。単体運用なら新スタイル、全体運用なら旧スタイルと使い分ける感じでしょうかね。ただ単体の効果力高耐久のアタッカーなら、属性違いですがシルバー親瓶が実装されたところですし、前回のスタイルがあるならパシュートソード継承用の技マシンとして確保できればといったところですが、無理に確保するほどのスタイルではないといった感じですな。続きましてミルフィー、ドゥーンと一緒に滅びの未来を変えるために現在世界に送られたドゥーンのお友達ですな。今回、ついに初のプレイアブルキャラとして登場のミルフィー、果たしてその性能はいかがなもんでございましょ。スタイルレベル50での補正値はこんな感じでございます。知力が 111% プラス17とかなり高め、素早さは 92% でそこそこ、他は精神が 94% プラス11でかなり高めとなっております。ミルフィーのアビリティについて、霊属性攻撃時、自身に防御強化症を3ターン付与し、さらに自身の HP を極小回復、雷属性攻撃時、
自身の BP を2回復するアトリビュートスイッチに、霊雷、味方生存者全員の杖装備時の、よだめ大アップの杖の教授さん、よだめ極大アップかつバトル開始時、自身の BP1 回復の、バトルグレートテンション、よだめは常時プラス 45%、開幕 BP11 スタート、杖スタイルの味方生存者全員の、よだめをプラス 15% で、火力アップに貢献。また、霊属性攻撃時は、自身に防御強化症を、3ターン付与して自身の HP を極小回復。雷属性攻撃時は、自身の BP を2回復。周回やつへの幻灯上で、活躍してくれそうなアビリティ構成ですな。ミルフィーのスキルについて、BP2 で使える B 威力霊ランダム単体水術の、ブリザード。BP7 で使える S 威力雷盾一列水術の、プラズマレーン。BP11 で使える SSSS 威力霊ランダム単体水術の、ブリザガ。そしてミルフィーは、イベントで S スタイルを入手できまして、S スタイルのスキルは、こんな感じ。BP2 で使える B 威力雷ランダム単体水術の、サンダー。BP5 で使える D 威力霊全体水術の、マリンボール。こちらは攻撃命中時、モラルダウン症を3ターン付与の、おまけ付き。BP10 で使える B 威力雷全体ファスト水術の、サンダークラッププラス。こちらは攻撃命中時に、スタント麻痺付与のおまけ付き。対象がランダムではあるものの、開幕から SSSS 威力の、単体攻撃をぶっ破可能。以降はこちらもランダムではあるものの、低コスト B 威力のブリザードか、サンダーで継続火力を、出すことが可能。マリンボールで全体モラルダウン付与役。サンダークラッププラスで全体ファストの、一発や剣スタント麻痺付与役としても、仕事できます。またアビリティのおかげでプラズマレーンを、3ターン連続使用可能。雷弱点の縦一列クエストでの、周回引率役として、活躍してくれそうです。今回、初のプレイアブルキャラとして、実装のミルフィー、例の単体アタッカー、雷の縦一列周回引率役として、登場ですな。霊属性攻撃時は防御強化を、付与しつつ、HP も回復できるので、幻灯上くらいの高難度ならば、活躍もできそうです。また継承でモラルダウンでの、火ダメ軽減役。ファストで全体スタント麻痺付与役として、使えるのも良きですな。またアビリティで味方の杖スタイルの、火力アップにも貢献。杖の火力サポート役としても、仕事してくれそうです。ただスキルがそれぞれ霊か雷の、単属性となっているので、連星装備作成のハードルが、高め。また開幕単体火力と、継続火力は高いですが、対象がランダムなのでボスがお供を、連れて登場するクエストで、運用しにくいのが残念です。雷の縦一列周回引率役が、欲しいなら確保しておきたいスタイルですな。最後はステスロス。今回2体目の SS スタイルとして、実装ですな。前回のスタイルは全体ファストで、周回や激裏で大活躍でしたが、果たして新スタイルの性能は、いかがなもんでございましょ？スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。器用さが 106% プラス15とかなり高め、体力が 87% と、高めです。ステスロスのアビリティについて、ターン終了時、自身の状態異常を、全解除かつ BP1 回復。さらにバトル開始時、自身の BP2 回復の、デトックスフォースチャージに、HP 満タン時よだめ超極大アップの、有権強撃6、よだめ極大アップ。HP 満タン時さらによだめ大アップの、ロバストグレートテンション。よだめは常時プラス 30%。HP 満タン時はさらにプラス 55%。開幕 BP12 スタート。ターン終了時 BP1 回復で、実質毎ターン BP4 回復。さらに毎ターン終了時に、自身の状態異常を、全解除。HP 満タン時の火力がかなり高く。さらに周回などで活躍できるアビリティ構成ですな。ステスロスのスキルについて、BP3、LP1 で使える A 威力回復技の、S なユニット。こちらは対象にすべての、状態異常とすべての、
デバフ解除のおまけ付き。BP8 で使える SSS 威力ラインディレイ単体攻撃の、グラビトン。BP16 で使える SS 威力熱雷ファスト全体攻撃の、メビウス砲。Sなユニットで味方単体の HP 回復が、可能。中スタイルでのヒーラーとして、活躍することができます。ディレイ技のグラビトンで行動順調整が、可能。SS 威力のメビウス砲を、ラウンド2とラウンド3、好きなタイミングで使用することが、可能です。今回2体目の SS スタイルとして、登場のステスロス、グラビトンで行動順を、調整してメビウス砲ぶっ破するマシーンとして、登場ですな。また回復技を所持しているので、中スタイルでのヒーラーとしても、運用することが可能です。ただその場合、HP 満タンで発動系のアビリティが、無力化しやすいのがネックですが、あと、HP 満タン時なら前回スタイルよりも、火力を出すことができますが、前回スタイルと違って継承しても、ラウンド1とラウンド3で、全体ファストを使えないのが、微妙。熱雷の全体ファスト一発矢が、欲しいという方、中スタイルのヒーラーがいないという方は確保しておきたいところですかね。というのがこちらのガチャで実装されたスタイルの、私の感想でした。簡単にまとめますと、単体周回で使えて、高難度で使えるザンアタッカーが、欲しいならドゥーン。雷盾一列の周回引率役が、欲しいならミルフィー。高火力の熱雷全体ファストの、一発矢が欲しいならステスロス。といった感じですな。どれも活躍できる場面がはっきりしているスタイルですが、どれも無理に確保するべきスタイルではない印象ですな。特にキャラに魅力を感じないのであれば、スルーでも問題ないかと思います。以上、メインリアム編第8話公開記念ロマンシングフェス、ドゥーン編、新スタイルざっくり性能チェックの、コーナーでございました。まああくまで私の個人的意見でございますので、適当に聞き流していただければこれ幸いでございます。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。